257系による第3回新金線旅客化応援宇都宮ツアーが開催されました。新金線いいね、区民の会は今日29日第3回新金線旅客化応援宇都宮ツアーを開催しました。新金線は新小岩操車場と金町駅を結ぶ路線です。現在は1日4往復程度の貨物列車と回送列車が通るのみであり、2030年度の旅客化を目指しています。この旅客化を応援している地域有志、新金線いいね、区民の会は、約9ヶ月に一度、新金線を通る貸切列車の運行を企画しています。昨年7月に始まり、今回で3回目となりました。第3回は、開業したばかりの宇都宮 LRT を実際に乗りに行くツアーとして企画されました。E257 系5000番台 OOM93 編成が充当され、両国駅から千葉駅、新小岩操車場、金町駅、宇都宮駅経由で上野駅まで走行しました。終点の上野駅では13番線ホームに入線しました。区民有志によると、今後も、新金線でのツアーを、年に2回程度企画する予定としています。これで、10月29日の KAB ニュースを終わります。